荒川橋は埼玉県秩父市荒川日野と同市荒川小野原の間にかかり、荒川を渡る国道140号の密接する2本の橋梁。上り線が1929年春光の2代目の旧橋、下り線が1986年春光の3代目の新橋である。荒川河口から 134.1km の地点に位置する。 奥秩父の主要な交通路となっている橋である。荒川の湾曲部に所在する上り方向専用の橋及び下り方向専用の橋の2橋で構成されており、橋詰めで車道の上下線が分離し、それぞれの橋に一車線の一方通行として接続されている。なお橋の所在地は埼玉県秩父市荒川小野原である。現在の橋は上り線が急遽の鋼上路。 ブレーストリブバランスドアーチ橋で、下り線は、新橋の鋼上路、トラスドアーチ橋となっている。この鋼上路、ブレーストリブバランスドアーチ橋という橋梁形式は、全国で2例しかなく、もう一つは、栃木県那須塩原市の中川に架かる万水橋である。なお、万水橋は2002年に、土木学会選奨土木遺産に認定されている。また、路、トラスドアーチ橋は、 上地式のスパンドレルブレースドアーチ橋によく似た外見をしている。双方の橋とも橋梁を支えるクヌギガー台が両岸の岩盤に固定されている直接基礎で橋脚は建てられていない。親柱は急憩竣工当時のものが4箇所とも共鳴板と共に現存している。また、急憩の欄干や親柱の照明塔や道路、照明塔は竣工当時のものではなく後年。 交換されたものである。歩道は、急遽は、川下側、新橋は、川上側にそれぞれ設けられている。双方の橋とも橋面は縦に弓なりに沿った、緩やかな縦断曲線を描いている。橋の管理者は、国道の橋であるが、埼玉県である。国道140号は、国道と称しているが、直轄国道ではなく、補助国道であり、全区間県管理である。 また、埼玉県の第一次緊急輸送道路に指定されている。橋を通過する車両は砂利等を積載したトラックの往来が目立つ。また、西部観光バスの西部秩父駅と三方神社等、結ぶ路線バス、三方神社線の走行経路ともなっている。本橋梁の急憩は土木学会による近代土木遺産2800選 B ランク及び、 鉄の橋百選にも選出されている。急鏡は、県内で数少ない歴史的近代橋梁として、注目すべきとされている。荒川橋が開通する以前は付近に私はなく、秩父甲州王貫道は、荒川の右岸沿いである白くを通り現在の白川橋の下流川の、この付近では、谷が開けた場所に存在した。 土地の木坂の私と呼ばれた荒川最上流の船2層を有する施設の渡し場で左岸側の新江川塾へ渡り、甲府方面に至っていた。この土地の木坂の私がいつから存在したかは定かではないが、1755年にはすでに渡船が行われたと言われている。渡船量は地元住民に対しては無料であったが、年間一定量の農作物を収めていた。 冬場の荒川原水器には、白くと逃げ川の住民により仮橋が架けられていた。なお、この渡し場は1929年に、上流側に白川橋が完成したことにより、廃止された。1889年埼玉県議会は、大宮町から大滝村までの道路改築案を議決した。これは、従来の荒川右岸沿いの日野地区より、白く地区経由だったのを、 大橋を架橋して、日野地区から荒川左岸沿いの小野原地区、逃げ川地区経由で新道を建設して、経路を変更するというものであった。この場所を橋の建設位置に選んだのは、地政上この周辺の荒川では最も川幅が狭かったからである。当社の道路改築案は従来通りの日野から白区経由の計画だったが、白区の秘訣に合い、これによって、日野、小野原、 三重川経由に転換となったものである。記録によると、白くの少数の反対者が、目前の理に走り、その弁絶にとらわれて、道路改築を否決したと記されている。しかし後になって、ことの重大さを認識した白くは、県議会や秩父軍長に対し振動を白くへ、引き直す提言を繰り返したが受け入れられず、大橋を架橋して、小野原から三重川を通る経路が確定することとなった。 なお、休憩路は、現在も武州日野駅から、白六駅方面にかけて、秩父鉄道とほぼ並行する道路としておおむね、存続している。当時秩父鉄道はまだ開通しておらず、その開通は、なお路線は休憩路に沿って敷設され、そこに、白六駅と三部口駅が設けられた。白六は、道路とは、対照的に積極的な誘致活動を行い、 上流側にある白川橋や平和橋はその一環として掛けられたものである。初代荒川橋、初代荒川橋は、旧中川村を流れる荒川の、現在の荒川橋の下流側の川幅が、最も狭くなっている地点に、県道秩父交付線の橋梁として掛けられていた。大滝村、白川村、中川村の三村協議により、大宮大滝間道路組合を発足して、 新動建設の企画を立て、埼玉県の援助のもと1890年6月に荒川に目標を仮設する工事に着手した。荒川を超える大橋の完成なくては、新動建設の意味がなく、その完成は、新動の開通において大きな課題であった。工事は当時はまだ架橋技術が未発達で、荒川の川幅が強いな場所であるが、ゆえの急峻な地形も、 相まって失敗苦難の連続であった。1892年9月、完成半ばまで工事が進捗した橋が、暴風雨に見舞われて足場と共に流出してしまった。工事は振り出しに戻ってしまったが、道路組合関係者は、屈することなく再び仮設工事に着手した。しかし1896年1月、二度目の工事が、竣工目前までこぎつけた橋が突然、 今度は突風に見舞われて、橋が谷底に墜落し、架橋工事に従事していた、作業員が多数死傷する惨事となるなど、架橋工事は難航を極めることとなり、道路組合関係者による架橋工事は挫折した。そこで、県は、その完成を急ぐため、八百九十七年に、振動開通を待たずに、この計画道路を、大宮大滝道として、家庭県道に編入し、 当時としては新式である構え橋を導入して、県主道の元工事を再開し、1898年、現在の荒川橋の約100メートル下流側の位置に橋長78メートル、福音3.6メートル、高さ33.3メートルの初代秩父橋や、親花橋に似た上地式の木鉄混合、プラットトラス橋で架橋が実現し、振動は開通した。これにより、 土線に依存していた奥秩父の交通は近代化を遂げ、面目を一新した。また、この橋の開通の影響で、交通の流れが変わり、逃げ川をはじめとした振動の沿線は火を追って、活況を呈するようになり、それとは、対照的に従来の街道筋である白くの衰退が目立つようになり、宿屋や店が次々と廃業に追い込まれるなど、困窮な事態に陥ってしまった。 この橋は十数回の補修を行いながら、新しい橋が架けられるまでの約30年間使い続け、二代目である旧荒川橋の開通後に役目を終えて、廃止となり撤去された。橋の移行や痕跡は残されていない。二代目荒川橋1924年初代の橋の老朽化が進み、交通量の増加への対応や、 通過する車両の性能向上に対し安全を期し、がたくなったことから、改築計画を立案し、翌年の1925年11月の通常、見解において、満場一致の協賛を得て4カ年継続事業として、施行することとなり、公費20万3000円を投じて1928年2月23日に、橋の設計を開始し、1928年8月9日工事に、 着手した。設計者は、増田厚志。思考は、日本橋梁。事業主体は、埼玉県である。仮設地点は人を寄せ付けない、切り立った、警告地形で作業スペースが十分でなく、橋梁を構築することの困難さから、当時の技術を結集し、アーチリブにおいて、強度を増すための謝罪を用いて組まれたトラス構造を、持つ鋼上路。 ブレーストリブバランスドアーチ橋という日本ではまだ前例の内心形式で仮設された。橋の寸法に波数が見られるのは設計や測量にメートル法ではなくヤードポンド法を用いていたからである。コンクリートの骨材は架橋場所周辺に存在した川砂利から調達した。使用したセメントは地場産の秩父セメントである。これらにより工事費を比較的安価にすることができた。 吊り橋の架橋も検討されたが、現地調査の結果、施行の難易度や費用の問題から断念された。橋の施行は木製デリックやケーブルが用いられた。また、付帯工事として、総延長1 1 7メートル、福音6.5メートル、最急勾配1、30、最小曲線半径80メートルの取り付け道路も合わせて整備された。なお、 マスダーツ氏は設計終了後も現場の状況変化に応じて設計修正を行い、施行時の釣り重量計算や、反力の算出などを現場対応したほか、施行管理へも関与していた。初代と二代目荒川橋。橋は九百二十九年五月二十日竣工した。目が眩むような高所での危険な作業の中、終始天候に恵まれたとはいえ、一人も死傷者を出さず、 試行機会がまだ未発達だった時代において、工事着手から竣工まで約10ヶ月弱という日数は、当時としては驚異的な工期の短さだった。橋町156.15 15メートル、総福院6.1メートル、最大島町は85.496メートルで、時間割は27.204メートル、85.496メートル。 27.204メートルの三島橋である。床板は鉄筋コンクリート製で、その厚さは6.25インチである。路面は厚さ1.5インチのアスファルトブロック舗装である。荒川の河庭から橋面までの高さは53.2メートルもあり、仮設当時として荒川に架か,かる最も高い橋であった。また、架橋場所が、左岸側が、 斜面の傾斜が右岸側より緩慢な地形であることから左岸側には橋脚を立てて15.545メートルの上地式単純プレートガーダー橋をベッ配置して延長している。これによりアーチ全体のスパン割りを対象にできたのだが景観の面では残念であったと設計者の増田、厚紙は述べている。この橋の開通によって S の事情にカーブしていた取付道路が 現在に、近いに、直線的な線形に改修されたことで車両の流れが良くなり、交通上の利便性の向上が図られたのはもちろん、景観的にも奥秩父の風景により、一層風情をかすものになった。また、春高当時は山中に突如として現れた、幾何学的な造形の橋に、村人の誰もが驚き、橋の開通式は花火を打ち上げて、それを祝った。 この橋が仮設された後の1932年、当時の県道の交通状況は自転車と徒歩の利用が多く、また定期乗り合い自動車が秩父、大田機関で1日4往復運行され、林産物を運搬する貨物自動車の利用が増加した。橋付近に所在する中川尋常高等小学校前の県道において、1932年8月27日の 交通状況の調査によると、自転車が非常に多く1日の合計が506台を数え、他は、徒歩が285人、荷車が29台、入馬車が14台、自動車が15台、貨物自動車が25台で、交通量は、当期より、下期の方が多かった。なお、遠隔地への貨物の大量輸送は鉄道に依存することが多かった。その後、 親柱の長部にある照明塔は、戦時中の金属類回収令により供出されている。春工当時は中川村に架かる橋であったが、1943年2月11日の合併により、所在地が荒川村となった後、2005年4月1日の合併により、秩父市となった。また、1953年5月18日、県道が二級国道幸福間が線となり、 国道の橋に昇格、1965年に道路法改正に伴い、現在の一般国道140号として指定施行されている。1966年11月1日から1967年1月27日、午前0時にかけて橋を全面通行止めにして、橋の補強工事を行われた。これにより重量制限が8トンから20トンに緩和された。 建設後90年以上経過しているが、上流側に新橋が開通した現在においても立派に機能している。安全面においても特に問題なく、今日もほぼ竣工当時の姿のまま実用に供され続けている。二代目と三代目荒川橋。急橋は、福音が狭いため大型車同士の橋上での行き違いが不可能で、モータリゼーションの進展により自動車交通が増加し、 橋を通学路としている児童のカバンなどに車両が接触するなど橋を通行する歩行者が危険にさらされるようになったため村は県に橋の拡幅もしくは歩道橋の新設の請願や心情を繰り返した1975年の1日あたりの通行量は5000から1万台にも上っていたその結果県は交通量のさらなる増加と車両の大型化に 対処するため、総工費5億6千万円を投じて、今までの橋のすぐ上流側に並行して、下り線専用の新橋が、急橋に似た、プラットトラス構造を持つ鋼上路、トラスドアーチ橋の一等橋として架橋することとなった。橋は1977年により、測量や設計、及び用地買収に着手され、1984年夏より、橋の施工が開始された。 施工は、日本橋梁、及び三菱重工業が行い、深い谷で、ベントの設置が困難な場所なため、仮設工法として、ケーブルクレームによる車吊り工法が用いられた。橋町1 4 9 2 0 0ル、総福院6 5 0 0ル、有効福院5 2 5 0ル、最大島町は9 9 0 0 0ルで、時間割は2 1 7 0 0ル。 9 9 0 0 0七2 1 7 0 0ルである。なお左岸側でコンクリート橋に接続され、その橋を含めた総延長は1 5 9 6ルと急遽とほぼ同じ長さとなる。ただし、軽馬町やアーチライズ比が急遽と異なるため、景観日が損なわれてしまった。1986年2月15日午前11時より、 橋の併合式が開催され、荒川村長はじめ地元及び工事関係者が出席した。式典では、神事の後、関係者が見守る中ケーブルクレーンで搬送された7.5メートル重さ3.7トンの桁が両岸より伸びる橋桁の隙間に降下させた後結合して、橋が一本につながった。役目を終えたケーブルクレーンなどの仮設工は解体撤去され、 昇番コンクリート打折や橋桁塗装などの工事が行われ、橋は1986年8月完成し、同年9月3日開通した。開通式は午前11時より、新橋田元の特設テントにて挙行され、地元選出の大議士や県会議員が来賓として招かれた。式典は、祝辞の後、荒川村長らによるテープカットが取り行われ、 この後に渡り染めを行う予定だったが、台風崩れの低気圧による大雨のため渡り染めは中止され、二組の三、世代家族によるくす玉回避に変更となった。橋は、同日15時から一般供用が開始された。新橋の開通後は、急橋は、上り線専用の一方を通行の橋として使用が継続されるため、急橋を一時的に通行止めにして、 歩道を設置する工事を行い、川下側に歩道が新設された。また、欄干を高くする工事や橋の塗装なども合わせて行われた。工事の間は新橋で信号による片側交互通行が実施された。また、新橋の完成に合わせて、上流側に取付道路が新設され、上下線を分離して、それぞれの橋に一方通行で接続する様、取付道路が改修された。 急遽にあった親柱は、新橋建設に合わせて、川上側の日本が、新橋の川上側に移設されている。開通当初は、荒川村に架かる橋であったが、2005年4月1日の合併により、荒川村は、秩父市に編入された。橋周辺を流れる荒川橋付近の荒川は、スプーンでえぐったような、切り立った深い谷間を形成している。 荒川の河道付近以外は標高差の大きい菓子団球の比較的平坦な段球面となっていて、そこに集落等の生活圏がある。谷底河原は民有地となっていて、キャンプ場等のレジャー施設として利用されている。また、橋の周辺は県立武工自然公園の区域でもある。ありがとうございます。